昨日動画アップしたんですが、藤巻ジャパンですよ。1ドル500円になるんじゃないかという豪語する伝説の国会議員なんですけれども、まあポンコツなんです。で、今マイナス金利解除してて、金利が 0.1% 上がると5000億円の利払いが発生すると、 0.3% に金利が上がってしまうと1兆5000億円の利払いが発生するんだと。で、現在の日本銀行の収入は1兆5000億円なんだと。だから 0.3%になったらそれでもカツカツになるじゃないかと。これが 0.4% になったらもう銀行破綻するじゃないかと。まあ全てね、日銀総裁に論破されたんですけれども、まあとにかくこいつはありえないとはね、 100% ありえないとは言えないんですけれども、こいつの言ってることがいつか宇宙人が地球を侵略してくるぞぐらいの突飛な話をしてるわけです。今回は原口議員ですよね。同じような話をしてるんですけれども、原口議員はやっぱりね、素晴らしい、わかりやすいんです。